こんばんは、ハードボイルド星屋談義始まります。はい、久しぶりですね。なんかめちゃめちゃ久しぶりやね。まだそれやってるんですか、フェイスシールド。もう大丈夫これは密、これは密ですか。いや密やな、密やな、だいぶ密。まあもう解除されたとはいえ、またね、最近ちょっと多いしね、増えてきてるみたいやけども。ほんまやね、6月今日は、あ、じゃあ7月4月の3日、バン6月3日か。まあ、結構その自粛が明けたとはいえ、まだまだこうちょっと注意せなあかんのですかね。いつからやったっけ、4月え自粛期間って。5月ちゃうかゴールデンウィーク前からですもんね、で明けて6月頭ぐらいから明けたんちゃいますよ、確か。なんかでももうそんなに仕事に影響がなかったっちゃなかったし、ありがたいことに。そうね、僕たちはそこまで、ある人おるん。いや、やっぱ現場で職人さんと喋ってたら、もう全然休んでたでとか。え、いてる、いてますよ、いてる、まあ、マンションと泊まってたりね、しますからね。いいな、今日もその黒瀬さん、要は黒瀬さんがおって、どうしはったんですかみたいな、いや、結構休みあったよ、みたいな、申請とかしたんみたいな、いや、別に僕何も申請とかしてない。あ、そうや、そうや、個人事業主とかしてない、そうやんな、なんかもらえるんだよな、もらえるっていうか、なんか 5% がどうのこうのとか言ってましたよ、なんか 5% 下がっても、そう、なんか借りる、なんか言ってましたよ。あの半分になったやつとかじゃなくて、なんか 5% あんまり言うてる意味がよく分かんなかったんですけど、なんせその 5% で借りれるみたいな、よく分からない、よく分かんない、でもなんか銀行から結構電話かかってきて、その大丈夫ですかみたいな言われたけど、ああそうなんですか、言われて、でお金借り、今やったらなんか借りれますよみたいに言われたけど、別に借りようと思う。いやでも賢い人とか借りるんかな。いやでもなんかやっぱ今のうちに借りとけみたいな、めっちゃ言われましたもん。 YouTube とか見たらいっぱい載ってるから、見とけよみたいな、そうなの、そう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 、借りるうち借りといた方がええよって。結構多いよね、借りてる人。いやもう、まあ、全然分からへん。いやだからこれ銀行のやつにこんな時だけで、お前それ儲かるんやろ言うてお前が儲かんねやろって、こんな時ばっかり言って、俺が大変なの時貸してくれへんかったやっけっつって3回ぐらいかかってきたけど、3回とも言うたったよ言うたよ、へぇ、何すか、借りた方が良かったから。いやー分からへん、まあ、でまた今からどうなるかちょっとなんか遅れてきそうで、すごい、ね、それが怖い、そっちが怖い、うん、だからなんかいまいちなんかこうチャーッとできへんやん、はっちゃけられへんっていうか、なんか俺らの仕事は後の方やから、いつも、まだ今から来るんかなってちょっと不安やな。自粛してた期間のが結局全然なかったやつが今ぐらいでこう、受注というか来てるけどね、来てるようなペースじゃないですか、でもその時取れてなかった仕事はその先ないからさ、そうですよね、今7月やけど9月どうなんねやろとか、その辺がちょっとまだ不安は心配やね、おうち時間みたいな、こう家でなんかこんなん作りましたよとか結構なんか上がってたりとか。ああ、そっか、 YouTube やる人めちゃくちゃ増えたもんね、まあおはよう DIY も、あ、あがあのちゃん、おはよう DIY とはボアバーのまた別のチャンネル、おチャンネル、別のチャンネルか、別のチャンネルや、別のチャンネル、別のチャンネルですよね、まあ別に DIY してるだけやねんけど、はい、まあ、できてるかどうかわからない。まだ全然あの動画の本数もないし、あの茶碗というか、ああそうそうそう、ね、木の、あれもちょっと趣味みたいな感じでめっちゃ面倒くさいけど、と思うあら、参加してもいいですか、こっちが。僕も やった時にこう参加というかね、そうですね、あれもしたいな、ええー、なと思って。俺もなんか家でやることあるから、
あ取ってちょっとや使ってくれたり、ね、うん、うん、ね、何してました、そのおうち時間何してた、ケイシは何かしてた。僕は別にそのおうち時間やからやってたわけではないんですけど、うん、まあでもそのやっぱりちょっとコロナの影響で なんかやっぱちょっとメンタル的になんか現実が受け止められへんわけじゃないんですけど、なんかちょっと逃避したくて、うん、ああ、うん、そんなんなったんや、うん、結構なるんですけど、なんかに没頭したいじゃないけど、なんかちょっとなんか違うこととか、うん、で、あのインターネットのゲームアプリね、あをやる、ま、ほんまそれはもう何気なしに別になんか見てやりたいってなったわけじゃなくて、たまたまなんかちょっと見てたら、あなんか面白そうやな思ってやったんですけど、うん、もうそれにガチハマりしてしまって、なかなかやばい。どんなゲームなの？なんかね、そう、一人でやるんじゃないんですよ、うん、サーバーって要は一個のそのゲームの中のサーバーっていう、まあ、部屋があるんですけど、うん、そのサーバーの中にはもう何百人っていう日本全国の同じゲームやってる人がいてるんですよ、そこに。僕よう言うてるんですけど、うん、なんかちょっと仮想現実なんですよそこって、うん、で多分めちゃくちゃのめり込んでる人は普段の生活よりもそっちの方が大事になってて、まあまあ、そこで自分が強くなってこうランキングに入るのがもう気持ちいいし、そこでの生活がもう優先みたいな、もう結婚とかもあるし、うん、すげえ世界やな。いやでもそのちゃんとね、なんかこう社会性があるんですよね、ルールみたいなのが勝手に人で作ったりとか、うん、あもう動物の森とかね、そんな流行ってるから、多分あれと一緒ですよね。多分一緒や、一緒の多分ね。ね。パクさんは何ですか？僕はなんかまあよくある家の掃除とか。DIY も流行る。みんな掃除とかなんか。すごなかった。コーナンとか行ったら。コーナンめちゃくちゃ多かったですね。なんかちょっと買いに行こうかなと思ったらもう人だらけで。百均とかも使うもんね、人。心配かな。なんか12月、うん、します？知ってる。します？え、12月20日やろ。まあ、元はインドの預言者が言ってた。うん、もっと今からすごいやばいのが来るっていう。え、なんでそんなちょっとハマらいで言ってるの？なんか2、3、感染したら2、3日でも、2、3日でもやられてまうぐらいの、超強烈なウイルスが12月な、な12月20日です。20日でしたっけ。20日です。から3月にかけてですね、やってくるんですって。今来てんのはただの序章に過ぎない。ね、それが本ちゃんみたいな。ウコンがいいらしいですよ。そのコーンウイルスに。うん、要はもうウイルス来るから、あの耐えないといけないから。免疫を、そうそう。ビタミン B じゃあかんの。でも有機野菜がいいですよ。まあ結局ビタミンなんでしょうね。そうそう。有機野菜とウコンがいい。オルニチンとかじゃん。オルニチンは多分またちゃうけど。いやいや、免疫力。あ、免疫なんですか、あれ。あれ、アルコールとかのお茶。いや、まあ、でまあ、いいから。しじみですよ、ね。セサミンとかでいけんじゃん。セサミンとかね。多分、あれも多分効く。セサミン。ニンニクラウンとかな。ああ。ニンニクラウンね。いや、だから、うん、ちょっと分かんないですね、この先。まあ、何が起こってもね、こんな起こるって思ってなかったし。やっとでも談義もずっと取れてなかったやん。そうですね、なんか気持ち的にもなんかこうちょっと暗くなりがちというか、まあ、今はもうだいぶこう解除されて、そうな、前向きにはなってきてるんでしょうけど、なんか暗かった感じはしますもんね。全然集まられへんかったもんな。そうやね、頑張りましょう。で、ここはもう今から頑張ってみましょうね、うん、頑張っていきます。どちらさん、どちらさん、どちらさんです。
やい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 や、俺最後の大物ですよ。大物は最後の大物ですね。